ようございます。ノーズダイブチャンネルのてっぺです。いやもう今日ぬくすぎる。セミ鳴くんちゃうかなってぐらいですね。ノーズダイブチャンネル、いやぬく、明日20度ぐらいになるらしいですよ。なんか高気圧が近づいてきてるらしくて、あったかいですね今週末は。ことっすね、あったかなるんは。もう今ぐらいがちょうどええんすけどね。なんかまあまあ、実はこれテイク2で電話がかかってきたので一発目のをブチュッと消してまた新たに撮ってます。2回目も、あ、1回目と同じこと言ってますね。2回目もここら辺で終わったんで同じことを1分ぐらいまた言いました。で今日撮影してタイミング合えば遊びに行こうかなって思っております。いやみんなが行けるんやったらね、いやまあ行けるやろ、みんなどうせこじ開けるんすよ海行くためにみんな予定を。あかん、めっちゃニヤニヤしてまう。いやまあまあ行かん前提でちょっと考えときます。行けなかった時悲しいんで。でね、今日行く海で腰腹ぐらいありますね波。もも腰セット腹って感じですね。でたまにちょっとええ波も入ってくるよって予報に書いてましたけど、ですね、どうやろう。まあまあまあうねりの向きはドンピシャなんですけど、ちょっと波の高さがもうちょっと欲しいなって感じですね。なんでまた浮力ある板で行くならやろうかなと思っております。今日何の撮影すんねやろ。撮影いらんから海行ってええんちゃうかなって昨日と同じこと言うけど、撮影ええから海行こうって感じですね。はあ、暑いわ。ちょっと窓開けたいんですけどボーボー言うんで、撮影中はちょっと我慢して締め切ってます。最近ね、僕財布がお札しか入らへんタイプで、カードと小銭入れがないんですね。で小銭入れをまあこういう小銭入れちっちゃいの使ったらええんですけど、めんどくさいんで僕いつもポケットに砂利線ベチャンと入れるんですね、お釣り出たら。で小銭ってあんま使うタイミングないじゃないですか、1円玉とか5円玉とか。で鬱陶しいんで僕いつも玄関開けたとこの棚に小銭置きがあるんで、そこにブルって置くんですけど、もう溢れ返ってきてるんで、最近ちょっとポケットにしこたま小銭入れて使うようにしてるんですけどね。処理場所がセブンイレブンですね。最近あそこのレジね、タッチパネル式になって、でなんていうんやろ、メダル入れるみたいな感じの現金の入れ方なんですよ。ドゥル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 って。
あれになってからもう紙袋で小銭に持っていって、こうドゥルルって入れる感じで日々小銭を費やしています。あれいいっすね。銀行で預けるってなったら、あ、郵便局とか、なんか500円ぐらいかかるらしいんですよ、小銭に。確かなんかそういう風になって、だからもうこの画期的なシステムすごいいいと思いますね。みんなぜひやってください。一回やってるおばあちゃん見てレジ詰まらせてましたねやりすぎ注意。はい、ちょっと暑いんで閉めます。今日もこの動画を見てくれてるあなた、トッポ楽しみにしてたんやけど、昨日残してたやつさっきゴミと一緒に捨ててもた。やったって。今日もこの動画を見てくれてるあなた、あなたの生活にもっとどっぷりとノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネル何の動画上げていくのって、今日も言わない、今日も言わない。